も。こんにちは。ちょっと難しい中、すいません、今撮っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。また来ました。どうぞ。失礼いたします。はい。おととい、総理から要請があって、G20 の東証会議、一応銀行総裁会議を強化して、ぜひ開催をしてほしいというお話をいただきまして、これは前回の G7 を上回る20カ国のそうした金融のもうトップが揃うわけですから、ぜひこれを大成功させたいと思っておりまして、ぜひ権利もですね、警備の面ですとか、またこれをきっかけにやっぱりせっかくですから九州の魅力をしっかり発信できるようにですね、ぜひご協力をよろしくお願いをいたします。わかりました。当日私ども連絡を受けたわけでございますけれども、今市長から報告を受けました。財務大臣から中央銀行を発表された、菅長官に出せればそれ本会議、はい、これが本会議ですね。準ずる大きな規模の会議だと、お話もされてますから、これ開かれることになりますと、とりあえず公的に動かしたと、と内閣が、いい機会ではないかと思っております。県としても、国に暮らし、力を合わせるんです、この会議の成功に向けて対応させていただく、このように思っております。これからですね。はい、どうぞよろしくお願いします。途中ね、いろんな議論があったんでね、でも、いわゆるエベレストを目指したんでね、やっぱり富士山取れたなっていう気もしますしね、向こう側からもう最初に、いわゆるその閣僚会議で第1号で決めていただいたというところもですね、はい、そういう意味では、今回で例えば福岡市がさらにこう飛躍するための、課題点というところもね、すごくよく分かりましたし、また全国、やっぱり三大都市圏だけじゃないとっていうね、部分っていうアピールができたかなというふうに思っていますので、これから福岡市自身ももちろん頑張っていきますけども、せっかくこういった G20 の投資を選んでいただいたので、ぜひご協力をいただいて、大成功させたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、本当に一緒になってですね、しっかりして対応していこうと思っておりますので、こちらこそよろしくお願いします。またこれからですね。そうですね。またいろいろ情報が入りましたので、一緒になってですね、共有させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。また、事務的にも。はい。